はじめまして、寝ているときに歯の食いしばりがあります。姿勢と関係はありますでしょうか？何かアドバイスがあればお願いいたします。チョコさん、ありがとうございます。まずズバリ言って、めちゃくちゃに関係あります。姿勢と歯の食いしばり、もっと言えば顎関節症、歯ぐーっと噛み締めてここが痛くなったり、顎が開けられなくなる症状ですね。もうそれと姿勢っていうのをむちゃくちゃに関係していますよ。逆にこれを直したかったら、姿勢そのものを直すことなんですよ。顎の問題だから歯医者に行くっていう人多いでしょう。でそこで歯ぎしりですね、マウスピースを作りますって言われる人多いと思うんですけれども、果たしてそれで根本的に治りますかと。治った人いらっしゃいます？多分症状的に軽かったら治ると思うんです。だけれども多分こうやって食いしばっている人は治りづらいと思います。なぜならば原因をやっつけていないからですね。同じ理由ですね。で、歯の食いしばりの直し方お伝えしましょうか。チョコさん、ズバリお伝えしましょうか。今僕がやったの覚えてます？これ何してます？手と顎関係してるんですよ。手を握っている人、顎を噛み締めちゃうんですよ。元気があれば何でもできる。かっこいいんか。これですよ、これ。これやっちゃうわけですよ。またね、こういう風なことを話しさせたら正直長いっすよ。僕、顎関節症に関して4時間ぐらい喋れますからね。僕が発見したことがあったんですよ。顎関節症の患者様、もう多分過去に何百人見させてもらいましたけれどもね、もう全員に共通するものがあって、2箇所硬いです。2箇所顎関節症の人が持っている症状で、1つ目硬いところは右後腕筋、右後突起って言われるところ、鎖骨あるじゃないですか。鎖骨を外に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 辿っていくとポコッと出たところがあります。この辺がむちゃくちゃ硬いんですよ。胸の筋肉がここくっついているんですね。胸筋です。それがこういう風に巻き型にしちゃう。巻き型になってしまって胸の筋肉が硬い人、顎噛み締めがちです。OK? ならば、ここを正常にしていくようなストレッチだとか、マッサージだとか、もし整体を受けられてるんだったら、ここを正常にしてもらうんですよ。その結果、顎関節症が楽になるんです。大丈夫？なので、この、右後突起って言われるところ、そこを正常にマッサージ、ストレッチしていくこと。で、もう一つ、顎関節症の人が硬くなりがちなのが、もう手の筋肉ですね、握る筋肉をすっごく使っちゃうんですよ。もしかしたらチョコさんも、自分はリラックスしているつもりだけれども、立っている時にこうやって拳握ってるのかもしれない、肩上がってるのかもしれないですよ。で、その結果こっちに症状が出ていると。 OK? ならば、やらなければいけないのは、腕からやっつけること。腕から正常にしていく、ストレッチ、マッサージ、お風呂、そして最後はメディテーション。メディテーション障子でサーチしてみてください。もうこれもたっぷりとお話しさせてもらってます。そして手がこんな感じで、ドラえもんみたいに拳握っている手がですよ、ふわーってなった時、顎もふわーってなります。OK? 拳、胸、後筋噛み締める筋肉、そこは全部関連してますよという話でした。ありがとうございます。これも有料級の情報でございました。楽になっちゃってください。